マーク395インチ単装砲はアメリカ海軍の艦砲システム。54口径1 2 7ト、mm、ル砲、マーク16を単装砲等と組み合わせた両用砲である。アメリカ海軍は1934年に38口径1 2 7トル砲を正式化し、駆逐艦急艦運転の手法、あるいは大型艦の副砲。 対空砲として広く搭載した。第二次世界大戦後期に至ると、艦首にかかわらず、遠距離用として38口径12.7センチメートル砲、中距離用として56口径40ミリメートル機銃近距離での最終防御用として70口径20ミリメートル機銃の3種類に、対空兵器を統一し、重心的な防空網を構築した。しかし、 アメリカ海軍兵器局では1939年より早速38口径12.7センチメートル砲の後径となる新型対空砲の開発に着手していた。この際には後径から再検討が行われ5インチのほか6インチや4.5インチも素上に乗せられたが1940年1月既存の5インチ砲よりも長方進化して 射程延伸を測った54口径1 2 7トル法が採択された。これによって開発されたのが本法である。まず、50口径1 5 2トル法を現行形化したマーク DO と47口径1 5 2トル法を現行形化したマーク EO がプロトタイプとして製作された。 最終的に採用された54口径 12.7cm 砲では、時期処理を施したモノブロック方針が採用されており、長方針化したにもかかわらず、2432kg と比較的軽量である。汚染は垂直左線式である。当初計画では、連装型のマーク41は、モンタナ9000の広角砲として搭載される。 予定であったが、モンタナ級の計画自体が中止されたことから、これは実現せず、単装型のマーク39のみが1942から45年度計画のミッドウェイ級航空母艦に搭載されて装備化された。放出は密閉式の角型砲塔で、棒立ての外反は厚さ19ミリの後半である。操作要員は、計16名、砲塔内20名と、 球団薬室に六名である。球団薬室中央部には、半自動式に筒型の溶断灯が配置されており、電動、油圧によって上下する。弾薬は、マーク、12砲と同じ半個定式である。ただし、玉火薬庫からの溶断及び装填は、一部気力補助による人力操作のままで、38口径12.7センチメートル砲と、ほぼ同一であったことから、 発射速度の向上は持ち越しとなった。グアンタナモワに停泊するフランクリンディ・ルーズベルト上に7門のマーク39を搭載している蒸気の経緯により、連装型のマーク41の計画は中止され、単装型のマーク39のみがミッドウェー級航空母艦3隻に搭載されたのみとなった。このため、生産数も約50機程度と少数であった。また、 ミッドウェイ級の搭載砲も数字にわたる近代化階層で順次に撤去され、1977年までにアメリカ海軍での運用は終了した。このうち1955年頃の近代化階層で撤去された砲は日本の海上自衛隊に供与され、初代紫型及び初代秋月型護衛艦に搭載された。小型の護衛艦に搭載されるにあたって、 重量を軽減するため、放出の棒立ては厚さ6ミリの高張力鋼に変更された。ハイスクールフリート、政府の最終武装として登場。主兵戦の損傷復旧時に98式10センチ鋼画砲から完走された。ありがとうございます。